励まって面食らわすぐらいですね、声をまずはちょっと聞かせていただければと思ってますので、ゲットランナーの準備とウォーミングアップということで、私のゴーゴーレイスに合わせてですね、皆様の声を届けていただければと思います。では行きます。殴り込みに来てるから。Yeah, we gotta bring the fight today. Okay. で、一回殴って、okay. それでも倒れなかったら、二回殴るし。And if they're not on the floor, let's knock them down. 三回殴るし。Second punch, can still punch. そのメンタリティでも殴り続ける。That's the kind of mentality we need to have. Okay. Okay. Let's go. Go. Okay. Game on three. One, two, three. 今日もトップバッターで走る。今日は番号10じゃないですか。いや、何でもいいって。だったらトップバッターでダッシュして。いつも通り。何してん？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 
当たって大阪ポゼッション、ああ、シュートまではいけませんでした。タイムアップ、前半ブザーが鳴っています。前半終了のブザーが鳴りました。ボールを回してここを作るネイパークス、キックアウトします。ネイパークス完全にワイドオープン、逃しません、決まりません。大阪5対4、はい、チャンスです、はい、チャンス1人多い状況で、またパークスですが、今度はペイントからレイアップ、エンドワン。カミングスに対して言いようがつきます。道岡とのピックアンドロー、2名ゲームから奪った鈴木、周りを見ます。パークスに渡った、パークスついにここまで27点取りました。ビッグコートアウトしました。30点まで乗せていけるか、マキキックアウトパスからスリーポイント、いや大きい、流れを突き連れ、大田が変わって入ってきました。第3クォーター終了です。では第4クォーターが始まります。関西ダービーです。チームオースリー、ワン、ツー、スリー。まずは応援がとても素晴らしかったなと、はい、本当に僕は鳥肌が立ちました。鳥肌は嘘をつきません、はい、僕は本当に試合前にすごくそれを感じて、あ、このコートであと29試合できるんだっていうのをすごく思いましたし、これがもしアウェーであったとしても、これだけ多くのブースターさんの皆さんが応援してくれるっていうのを思いながらプレーしたいなっていうのは感じることができるものでしたね、はい。試合の頭がしっかり殴りに行く。For the game, the game, let's start the game strong. Okay. ただ、一番フォーカスするのは、what we need to focus on is transition and rebound. Defensively, transition and rebound. Okay. ここが一番大事。Completing our defensive possessions. Okay. That's, これにとにかくフォーカスしてやる。Focus on those two things. Okay. I go. Let's 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 go.たくさん来ましたが、今日はそれを上回るお客さんが入っている関西ダービー。モーター、あー、はい、ここなんとか捉えた。ノーター、しかしもう一度取り返す、はい、こうなりますとモーター戻っていますが、強すぎてしまってたんですけど、はい、こういうドライブできるんでね、常に彼押し込んでヘルプに行った、ダブルチームで行った、しかしカットインしてイーヨのスコアどうするか。鈴木能力のパス、最後は自らスリーポイントを打っていった、あー決めた。第3クォーターもブザービーターでした。第4クォーターです。スタートから鈴木が投入、ベテランオフェンスがこうズレがないですよね。ビッグアンドロール、うん、なかなか打てない、あー、この決めた、エンドワンじゃないですか、
勝つために For us to win?、Okay、毎回の1個のアクション every possession, every action. 1個のポゼッション every possession. を練習だろうがワークアウトだろうが whether it's in practice or whether it's your workouts, こだわれば you have to, every possession matters. 絶対に良くなっていくし絶対強くなっていく each possession a little more seriously, we're gonna get better. いいポゼッションもあるわけだから because we saw some good possessions out there. Okay. ワンポゼッションこれぐらいでいいかなOh, you can't settle. You can't. それを絶対なくしたい。You can't have possessions off. You can't say, you know, this is going to be good enough for this possession. Okay, 絶対に良くなって。When you have those possessions, we're not. It's hard to win games. Okay, 一個ずつもっとこだわっていこう。But one possession, one action, every action. それが勝利に近づく。You have to take it more seriously. Okay. That's the way to get the win. Okay. 明日。Rest tomorrow. で火曜日に、okay、もう一回。Tuesday. 個人でもチームでもより良くなる。思って集まろう。Okay. As a team and individually. チーム OC、ワン、ツー、スリー、チーム。そうですね、開幕戦2連敗ということで、まあ、本当に非常に悔しいです。でも、今日に関しては、もう一度4クォーターで巻き返して、最後、どっちに転ぶか分からない展開にまで持っていけたところは、チームとしての成長だと思いますし、自分たちのポジティブに捉えるべきところと、これから課題としてやっていかなければいけないところの、はい、両方が感じられた。開幕節だったかなと思います。本当にこの2日間たくさんのファンブースターさんに来ていただいて本当に素晴らしい雰囲気の中でプレーができたこと本当に感謝しています。その声援に自分たちが応えられなかったことはすごく残念ですけど本当に心強いブースターさんが僕らにはいるということを改めて思わせてもらったし、はい、今度はしっかり勝ちで恩返しできるように。頑張っていきたいと思います。